どうもこんにちは、みんな大好きゆら様です。なんとこのカメラの向こうにはマナ様がいます。皆様ご存知、マナ様がいます。もうゴシック界のカリスマですよ。皆さん知ってると思うんですけれども、マナ様はですね、公の場では喋りません。もうこうお人形様のようないでたちで、まず表情を変えることもないですね。そこで私思いつきました。マナ様に滑らない話をしてみた。ドドン。どうなると思います？いや、僕としてはもちろんマナ様を楽しませたいっていう気持ちなんですよ。ただでも笑われたら、もうこんなん動画としては使えないんでカットですよ。笑ってもらいたいけども笑われたらダメ。どう思います、これ？というわけで、じゃあやってみたいと思います。よろしくお願いします。今改めてなんですけれども、今回はこんなふざけた企画に付き合っていただいてありがとうございます。いくつか僕の滑らない話っていうのを旦那様にさせていただこうと思っております。お前ほんまかって思った話なんですけど、我々活動してたら、こうインストアイベントってあるじゃないですか。これ CD を売って、その人の相手へのこう、でイベントなんですけども、確かその時握手会だったと思うんですけれども、一番前最前列にいるファンの方がずっと僕のことを見てるんですよ。メガネをかけてて、誰が喋ってても、もう僕しか見てないです。いざ僕が喋るとなったら、もう食い入るようにもうメガネを振り返っちゃって、もう「ああ、ゆらさま来た」みたいな感じで、もう「じゃあいざ握手会始まります」って、こう一人ずつ来るじゃないですか。その場合の時やっぱ僕気になるわけですよ。この子どうするんだろう。もうさっきからもうずっと目がぐい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 僕の方に来てたんで、いざ来ました、何を言うのかなと思ったら、ゆら様のかっこよさをちゃんと見てもいいですか。あ、はい。ポケットからメガネをもう一個出して、メガネをメガネで、本当かっこいいです。お前それほんまかと思って。一つ目でございます。続きまして、ファンの方のね、心を一つにしたっていう話なんですけれども、やっぱライブではこうファンの方の心を一つにしたいなっていうのがやっぱ常々思ってるんですけども、僕はサイクルセイムというバンドをやってて、一度ボーカルが不祥事を起こしまして、活動休止になるんですね。でもその間に、何もしないわけにはいかないなと思って、サイクルセイムのギターのリダと2人でダッコというユニットを作って活動を始めるんです。これが、OK を流して2人で歌って踊るっていうスタンスで、パフォーマンスをやる2人組なんですけれども、それでツアーをやろうとなって、初ワンマンツアー初日仙台フックで、小さいライブハウスなんですけれども、キャパが200人とかですかね。でやっぱそのサイクルセミナー活動休止した後のすぐのツアーということで、サイクルセミナーのファンの方が皆さん来てくれて、200人は売り切ってソールドアウトという中で、僕とリーダーは2人で借り切ってやるぞと、OK を流して歌って踊って、サイクルセミナーギターのリーダー、ドラムのユダ様、ギター弾かない、ドラム叩かない、2人で歌って踊ってやってる。もうそれはそれはもう客席はざわつくわけですよ。何やってんだこいつらと。しかも挙句の果てには曲数も少ないんで、もう2人の好きなアニソンとかを歌い出すんでね、もう2人だけテンションが上がってるんですよ。完全にもうお客さんざわざわざわ。さすがに僕らも長年やってるんで、その風景を察知して、うちの相方リーダーが気を使ったんでしょうね。ちょっと高めの前で飛ばしていくぞって言ったら、客席がピタッと思いますよ。ここで心が一つに、その時は200人完売したんですけど、次ワンマン行った時、動員の3分の1になりましたね。続きまして、さっきお前ほんまかって話したんですけど、次お前嘘つけっていう話なんですけど、これ具体的な駅で言うと、下北駅のエレベーターに僕乗ったんですよ。エレベーターに乗ったら、隣に女性の方がいらっしゃって、一緒に乗ることだったんですけど、他にも人いたんですけど、喋りかけてきたんですね。すみません、桜井篤さんですよね。ハート爆竹の俺と。いえ、違います。いや、桜井篤さんですよね。もう出てる。しかも何に気を使ってるのかわからないけど、ちょっと小声で言ってくるんですよ僕に。いや、違います。ずっと答えですけど、
断れば断るほど、いやまたまたみたいな、なんかより本人化していくんですよ彼女の中で。違うと僕は言ってるのにずっとも、いや桜井さんですよねみたいな、参ったなこれと思って、まあね、エレベーター開いて僕は出ていくんですけど、ついてくるんですよ。まあ、これどうしようと思って、もうあまりにもしつこいんで、もうこれ次聞かれたら桜井敦史ですって言おうと思って聞いてきたんです。桜井敦史さんですよね、はいそうですって言ったら、あ昔からファンでした、いやお前嘘つけと言われました。人違いをされたっていう話がご縁があるんです。20年ぐらい前の話なんですけども、まあ多分僕暇で白山町をブラブラしてたら、普通のなんかお兄さんがなんかそこに声をかけてきたんですけど、ここでなんかちょっと絵画展をやってまして、よかったらこの絵を見ていってくれないですか、別に暇やしいいですよって言って、案内されてその絵画展を見に行ったんですよ。そのお兄さんが一個ずつ丁寧に紹介してくれるんです。15分20分ぐらいかな、何枚かこう絵を紹介されて、ね、まあ、よかったらお兄さん次こちらの部屋へどうぞって言って別室に案内されたんです。何が始まるんかと思ったら、真ん中に椅子がポンと1個あって、こちらにどうぞって、なんだなんだって思って、座ったらお兄さんが言ってくれたけど、さっき紹介した絵の中で一番気に入ったのどれですか。まあ一番最初に見た壺の絵ですかねって適当に言ったら、その絵を持ってきてくれたんですよ。でこう僕の目の前にドンと置いて、なんか部屋の電気パチンと消されて、その壺の絵だけにこうスポットライトが当たる感じでピカッ、まあなんかよく見せる効果があるんだと思うんですけど、いや、やっぱさすがにお目が高いんですよ。この絵はなんと、なんか最初に説明しましたけれども、何十年代まで買いたいで、すごいまあ価値のあるものなんですけれども、今日だけは特別に20万円で販売いたします。あ、そういうやつと思って、あその絵画展って聞いてきたけど、あ、売りつけるやつなんだと。やっべ、騙されたと。まあなんせね、もう個室に来てるし、真っ暗し、ちょっと逃げにくい空気なんですよ。まあ、でも僕もそこから心強く持って、いや申し訳ないですけど、もう買わないですよ。まあでもお兄さんもやっぱりしつこいです。いやいや、本当にでも、ここでしか買えないもん、そう言ったら、この値段でこんなん買えないですよ、あんまりにもしつこく言って、いや、本当買わないですと、僕は断り続けたら、まあお兄さんもちょっと心折れたのか、別の手法で来たんですよ。いや、本当にお店に入ってこられてるから、うちの女性従業員がすごい騒いでるんですと。かっこいい、かっこいい。それは悪い気がせんなと思って、ああ、そうですか。ちょっと僕もニヤニヤしちゃったもんですから、まあ、いや、本当に女性の皆さんがね、かっこいい、かっこいいと騒いでるんです、騒いでるんです。すごい僕を持ち上げ出したんです。でいや、なんか、聞いたところによると、私は存じ上げないんですけれども、すごい有名なバンドのミュージシャンだと伺いました。あ、ついに、もうこんだけ顔が売れたかと、まあちょっといい気分になってたんですよね。でまあ言ったわけです、そのお兄さんに。まさかのセックスマシンガンズのノイジーさんだったとはって、いや違うわいと思って、誰が買うかって。あと1個あるんです。まあこれちょっと顔の方の話ではないんですけども、そんな姿見たくなかったっていう話なんですけど、まあ、そのさっき言った抱っこっていうのを結成し始めた時の話なんですけれども、まあ一個番組をやってまして、ネット番組なんですけど、そこの企画でメイドカフェに行こうっていう企画をやりまして、当時ちょうど流行りたてだったんですね、メイドカフェが。で、まあどういうものと一緒に見に行こう、相方も見たと、2人見て、まあ、カメラマン連れてやってきて、まあそこでちゃんと番組にこうね用意してくださったメイドさんが一人いらっしゃって、まあ要はすごい可愛いんですよ、めちゃくちゃ美人なんで、まあそんな人と楽しく、そうなんていうんですか、オムライスに絵を描いてもらったりとか、なんか一緒にゲームやって、なんかもやもやキューみたいなのやったりして、これ楽しいなーとか思って、まあ撮影を順調に進めてたんですよ。で、まあじゃあちょっと一回休憩しましょうってカメラ止めたら、そのメイドさんがこうはーっとさってタバコプファーって吸い出して、うわぁ、そういう感じと思って、きっちりとオンとオフを使い分ける感じか。まあまあまあ別にいいかと、それはこの人のこれやし、まあ別にいいかと。で、まあ普通にそのカメラも止まってる休憩時間中にいろいろお話をさせてもらってたんですね。
ほんなんか、抱っこってどんな感じなのみたいな。あ、僕たちそのちょっとのバンドじゃなくて、オケを流して歌って踊ったりしてるんです。あ、バンドじゃないんだ。なんかわかんないですけど、ちょっと偉そうなんです。まあ、別にいいんですけど、私さ、ムックのファンなんだよね。なんかどこどこのツアーのどこどこの会場で売ってた限定グッズとか持ってるし、みたいな。なんか上からなんですよ。そうだね、ボーカルの達郎とかは、こういうところだったらこういう風にやるかな、みたいな。なんか僕らにちょっといろんなことを教えてくれるんですよ。あんたらもなんか、とりあえずまず、バンドにした方がいいんじゃないみたいな、なんかよくわからないアドバイスとかもらったりしながら、まあいいかとか思ってて。まあ僕は一回、でもムックさんとかは昔よく台湾とかしましたね、みたいな話をしてたら、いや、お前らみたいなものがムックと一緒にやってるわけねえだろ、みたいな感じのこと言うんですよ。ご飯も食べたことあったりするんですけどね、みたいな。いや、ふざけんなよ、みたいな。私の追っかけしてるムックのメンバーはおめえとそんなことあるわけねえだろ、みたいな、なんか感じだったんですよ。でそしたら、そのうちの連れて行ってた、カメラマンのスタッフがメイドさんに教えるんですよ。この際にダッポって言ってるけど、サイクルチェーンの使い方なんだよ。メイドさんがパキーって目開けて、どうもすみませんでしたって言って、何これって。メイドさんがポハーやってるのも見たくないし、このフルフルの格好でこんな体育会系でビシーって呼ばれ姿、いや俺そんな見たくないっていう。という以上、僕の滑らない話でした。ありがとうございました。違うな、マラ様は。マラ様の声は出せないと思うんでいいんですけど、僕、二つ聞きたいことあるんで、これ、うんかいいえかだけでちょっとジェスチャーで答えていただきたいんですけれども、バンド名を紹介するとき、されるとき、僕とかだと、じゃあ、サイコビシーンですとか、ダッコですとかあるんですけど、マラ様って、モアです、モアです、になるんですか。これずっと謎だったんですよ。モアです、モアです、モア。これちょっと面白いな。最後に、もう一度聞かせていただいていいですか。もうこれは普通に、この企画、楽しんでもらえたでしょうか。ありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しんでもらいました。無事に滑らない話撮り終えました。緊張しました。撮り終わった後にマナ様が僕に一言言ってくれました。よく噛まずに喋れるね。ありがとうございました。